ヒトエキソソーム複合体、判例を参照。エキソソーム複合体は、真核生物、コサイ細菌の核に存在し、様々な RNA を分解する多タンパク質、複合体である。細菌では、デグラドソームと呼ばれる複合体が似た役割を果たす。エキソソームの中心部は、他のタンパク質が付随した6つのタンパク質から、構成されている。真核細胞では、 エキソソームは細胞全体に存在するが特に各固定に多い。だが複合体を制御するタンパク質が異なるため存在する場所によって活性、気質と食い性が異なる。エキソソームの気質はメッセンジャー RNA な、無クな等である。エキソソームはエキソリボヌクレアゼ活性を有し RNA を3末端から分解する。また、 新核細胞の場合は、エンドリボヌクレアーゼ活性も有し、RNA 差の途中を切断することもできる。エキソソームを直接の原因とする疾患は知られていないが、いくつかの自己免疫疾患では、エキソソームの抗生タンパク質を標的とする自己抗体が生産される。エキソソームを阻害することで効果を示す、がん化学療法剤もある。1997年、 エキソソームは、質が酵母から、リボヌクレアーゼの一種として発見された。だが1999年、それは、ヒト細胞で、自己免疫疾患の抗原として特定されていた PM、PM-SCL 複合体と相当であることが、明らかになった。この PM、PM-SCL 複合体を生成することで、その構成タンパク質をすべて特定することができた。古細菌では、 2001年になって利用可能なゲノムデータが増え、その2年前に生成されていたタンパク質がエキソソーム複合体だと予測された。ヒトエキソソーム複合体結晶構造の上面、側面図。サブユニット一覧を参照。複合体の中心部では、6個のライボーヌクリース、PH 様リボヌクレアーゼが肝構造を形成している。 小細菌では2種のユニット3個ずつで構成されるが、真核細胞では6種の異なったユニットで構成される。6種のユニットのうち3種は RRP41 に、残り3種は RRP42 に類似している。この管構造の上部には S1RNA 結合ドメインを持ったユニットが3個載っている。そのうち2個のユニットは K ホモロジードメインも有する。 深核細胞では3つのタンパク質はすべて異なるが、コサイキンではそのうち2つが同じタンパク質である。コサイキン、深刻細胞エキスソーム複合体のサブユニット構成。コサイキンでは4種、深核細胞では9種のユニットから構成されている。サブユニット一覧を参照。この間構造は、ライボーヌクリース p h ンペイスによく似ている。最近では、 ライボーヌクリース PH ユニットが6両化、肝構造を形成しトレナの転写ご就職を行っている。最近、葉緑体、ミトコンドリアで見られる RNA カリン酸分解酵素のペースでは S1、K1、2つのライボーヌクリース PH ドメインを持ったタンパクが3両体を形成し、エキソソームとほぼ同一の複合体となっている。構成タンパクのドメイン、 構造の類似性から、これらの複合体には、進化的関連があり、共通祖先を持つと考えられている。ライボーヌクリース PH 様、エキソソームタンパク、ムペース、ライボーヌクリース PH はすべてライボーヌクリース PH ファミリーに属し、高素活性がある場合には、カリン酸分解を行う。深刻細胞ではこれらの9個のユニットに加え、 さらに2個のユニットが付随することが多い。そのうちの一つが、ライボーヌクリース、R ファミリーに属する下水、分解リボヌクレアーゼ RRP44 である。RRP44 は、エキソリボヌクレアーゼ、エンドリボヌクレアーゼ双方の活性を持つが、その機能は、RRP44 内の別々のドメインが担当する。では、RRP44 は、 すべてのエキソソーム複合体に付随しており、その活性に重要である。人細胞にもこのタンパク質ホモログが存在するにも、かかわらず、長い間それが、人エキソソーム複合体に付随するという証拠は、得られなかった。2010年になって、人の RRP44 ホモログが3つ、発見され、そのうち2つが、複合体に付随することがわかった。そのうち1つは、 細胞質に、一つは核に極在するため、異なった RNA 基質を分解する。酵母、エキソソーム RRP6 サブユニットの部分構造。アルファヘリックスは赤、ベータシートは木で示す。二つ目のタンパクは、酵母では RRP6, 人では PM、SCL-100 と呼ばれる。 RRP44 と同じく加水分解性エキソリボヌクレアゼだが、このタンパクは、ライボーヌクリーイス D ファミリーに属する。PM、SCL-100 は各エキソソームの一部だが、細胞質エキソソームの構成要素ともなり得る。付随タンパクとは別に、エキソソーム複合体と相互作用する多くのタンパクが存在する。これらの緩く結合したタンパクは、 複合体の活性と基質特異性を制御すると考えられている。細胞質では、エキソソームは、メッセンジャー RNA の分解を制御する、AU リッチ領域結合タンパクと相互作用する。核では、RNA 結合タンパクが特定の基質を処理するために必要である。エキソソームと相互作用するタンパク質複合体も存在する。細胞質では、 RNA ヘリカーゼを含み、メッセンジャー RNA をエキソソームまで誘導するスキー複合体がある。核では、エキソソームによる、な、スノーナの転写後就職を RNA ヘリカーゼ、ポリアデニル化活性を持つトランプ複合体が調節している。加水分解、カリン酸分解による酸末端からの RNA 分解の反応図すでに示したように、エキソソームは、 リボヌクレアーゼ活性を持つ、タンパク質を多く含む。エキソソームは、もともと RNA 分子を3末端から分解する3-5エキソリボヌクレアーゼだったが、これらのドメインは、進化に伴って様々な活性を得たり、失ったりしてきた。エキソソームに含まれるエキソリボヌクレアーゼは、カリン酸分解か、真核細胞では、下水分解酵素である。カリン酸分解酵素は、 オスホジエステル結合の切断に、無機リン酸を用い、ヌクレオチド2リン酸を放出する。加水分解酵素は、切断に水を用い、ヌクレオチド1リン酸を放出する。古細菌では、RRP41 サブユニットは、カリン酸分解エキソリボヌクレアーゼである。このユニットが肝構造内に3個存在し、酵素活性を担う。深核細胞では、 ライボーヌクリース PH サブユニットには酵素活性はない。つまり、肝構造内に酵素活性のあるタンパクは含まれていない。それにもかかわらず、エキソソーム中心部の構造はコサイ細菌から人まで高度に保存されており、何らかの重要な細胞機能を持つと考えられている。深核細胞では、カリン酸分解活性が欠如する代わりに、別の下水分解酵素が、 リボヌクレアーゼ活性を担う。酵母のエキソソームには、下水分解酵素 RRP6、RRP44 が付随しているが、人では RRP44 の位置に DIS3、または d i s 3ル1が入っている。もともと S1 ドメインを持つタンパクが3マイナス5下水、分解性エキソリボヌクレアーゼ活性を持つと考えられていたが、 最近では、その活性の存在は疑問視されており、分解前の基質を複合体に結合しておく役割を持つと考えられている。古細菌と深核細胞のエキソソーム複合体、主な付随タンパクの概略、色付きで示したタンパクに酵素活性がある。サブユニット一覧を参照。エキソソームは、様々な RNA の分解、転写後就職に関わっている。 細胞質では、メッセンジャー RNA の代謝回転に関わり、ナンセンス中回転水、またはノンストップ分解経路によって、エラータグが付けられたメッセンジャー RNA を分解できる。メッセンジャー RNA は、通常の代謝回転によっても分解される。また、メッセンジャー RNA の三非翻訳領域に存在する AU リッチ領域への結合を介して、 その安定性を制御するいくつかのタンパクが、エキソソームと相互作用する。細胞核では、エキソソームは、核内低分子 RNA の正しい処理に必要である。核固定は、エキソソームの大部分が検出された区画であり、5.8砂の就職やスノーナの就職を行う。ほとんどの細胞は、エキソソーム複合体の他にも3マ端。タン。 または後末端から RNA を分解する構想を持つが、エキソソームは細胞の生存に不可欠である。RNA 干渉等でエキソソーム構成タンパクの発現量を減らすと細胞の成長は停止し、ついには死ぬ。中心タンパクと二つの付随タンパクは同じくらい重要である。最近はエキソソームを持たないが、似た機能とより簡単な構造を持ち、ペースを含む、 デグラドソームという構造を持つ。コサイ細菌エキソソームの2つのサブユニットが低分子、RNA を捉えている。エキソソームは、RNA の品質管理に重要である。原核生物とは違い、真核生物は、高活性の RNA 監視機構を持つ。この機構は、リボソーム等が作られる際に、タンパク質と未就職、ご就職された RNA との複合体が、 核から出ることを防ぐ。つまり、タンパク質合成等の重要なプロセスに異常な複合体が関わることを妨げる役割を持つと推定されている。エキソソームは、就職、代謝回転、監視の役割に加え、酵ボゲノム内の多くの遺伝子座から生産される、カッツと呼ばれる、転写産物の分解に重要である。 この不安定な RNA とその分解機構は明らかになっていないが、人細胞からも似た RNA が発見されている、エキソソーム複合体は、様々な自己免疫疾患で、自己抗体の標的となる。この自己抗体は、胸皮症に多発禁炎または、皮膚筋炎が合併した症状を示す、自己免疫疾患、筋炎、胸皮症、腸腹症候群の患者に見られる。自己抗体は、 患者の血清から検出される。過去には、甲子狂線抽出物を用いた二重、免疫拡散法、ヘプマイナス2細胞上での免疫蛍光染色、ヒト細胞抽出物を用いた、免疫沈降法などで診断されていた。エキソソーム抗体陽性血清を用いた、免疫沈降法では、特徴的なタンパク質群が沈殿する。エキソソーム複合体が同定される前に、 すでにこのパターンは PM-SCL 複合体と呼ばれていた。患者の血清を免疫傾向染色すると各固定が染色されるため、自己抗体の抗原はリボソーム合性合成に関わっていると推測された。最近では組み換えエキソソームタンパク質が利用可能になり、抗体を検出するラインイムの圧生やエライザに利用されている。これらの疾患では、 抗体は PM-SCL-100、PM-SCL-75 PM を主な標的としており、PM-SCL 重複症候群患者の約30%でそのような抗体が見られる。また、他のサブユニットや、付随タンパク質も標的となり得る。現在最も感度の高い方法は、エライザの抗原として、PM SCL-100 タンパク質由来のペプチドを使うものである。この方法を用いると、PM-SCL 重複症候群患者の55%以上から自己抗体が検出されるが、恐皮症、多発筋炎、皮膚筋炎等を単独で罹患している患者からも抗体が検出される。自己抗体は複数の異なる自己免疫疾患の患者から検出されるため、 その臨床症状は多岐にわたる。最もよく見られる症状は、霊能病、関節炎、筋炎、胸皮症等の個々の自己免疫疾患に典型的な症状である。これらの患者の治療は、対症療法的で、個々の自己免疫疾患に用いられる、免疫抑制剤、調節薬などを用いることになる。エキソソームは、眼科学療法に用いられるフルオロウラシルで、阻害される。 これは、固形がんに対する、最も成功した、治療薬である。フルオロウラシルで処理した酵母は、分子生物学的方法でエキソソームを阻害した、時と同じく、ナの就職に異常をきたす。ナの正しい就職を書くことは、細胞にとって致命的であり、それはこの薬の代謝喫光作用を説明する。ありがとうございます。